北陸重機工業株式会社は、新潟県新潟市東区にある極東開発工業株式会社の連結市会社で、保守や作業用の鉄道車両を製作する企業である。立山砂防軌道で使用されている、北陸重機製小型内燃機、加藤製作所、堺工作所の内燃機関車事業からの撤退後、産業用、小型内燃機関車及びモーターカーでシェアを、 伸ばし続けている。また、現在わずかに残存している森林鉄道や工事軌道などで加藤製作所、堺工作所などで製造された機関車の老朽化などで北陸重機製のものに置き換えられているケースも存在している。また、廃止された森林鉄道、軽便鉄道などで保存運転を行う際、当時の機関車が存在しない。 またはすでに別の保存団体の手に渡っている、歴史的価値などの問題で、胴体保存が難しいケースの場合、いくつかの機関車が北陸重機で新造されている。また、遊覧鉄道用の機関車、客車デモ協産工業などのメーカーと共にシェアを伸ばしている。二十トン級小型内燃機関車については、安と工業に供給され、同社の製品として納入されているものもある。 岩堀春を、鉄道版外録後来年出版、1998年、P17P18。トワイライト像マニュアル14ネコパブリッシング、2005年、P49P51。ありがとうございます。